はい、スリープリークスの水谷です。今回はセラムの LFO マトリックス、そしてモジュレーション部分についてご説明いたします。まずは LFO から。 LFO は4つ搭載されておりますので、お好きな LFO を選んで、こちらの十字の矢印を LFO をかけたいパラメーターにドラッグ&ドロップ。今回はワープメニューをシンクにしてこちらにかけてみましょう。LFO のスタート位置をパラメーターを動かして決めてから、パラメーター左上の青い部分をドラッグして、LFO の一番高いところの位置を設定してあげます。こちらの LFO グラフですが、フォルダーから種類を変えてあげることもできます。この BPM をオンにすれば、曲のテンポに合わせて、こちらのレートで LFO の速さを決めてあげることができます。バーだと1小節にこの動きが1回ということになります。ちょっと聞いてみましょう。いい感じですね。隣のライズはどのくらいの時間をかけて徐々にこの LFO の動きにしますかというものです。わかりやすくレートを4分の1、ライズを2バーにしてみましょう。2小節かけて徐々に LFO の動きになっていったのがわかりますね。その隣のディレイ、その名の通り LFO がかかるのをどのくらい後ろにずらしますかというものです。バーにすると1小節経ってから LFO がかかります。わかりやすいですね。またこちらの LFO グラフは自作することもできます。シフトを押しながらクリックすることでポイントが増やせます。ポイントとポイントの間をドラッグすることでカーブも描けます。また、後ろにうっすらと縦の線があるのですが、こちらの幅もグリッドと書いてある上の数字をドラッグすることで変えられます。このように16にすれば16分音符の幅でポイントを追加することができます。Mac はオプション、Windows は Alt キーを押しながらドラッグすることで、グリッドに吸着してくれます。リズム感バッチリに調節することができますね。このようにポイントを選択して赤くなったら右クリックの一番下、リムーブセレクトポイントでポイントを消すこともできます。いざ作ってみたものの、なんか動きがカクカクしすぎるなぁなんて時は、一番右にあるスムース、その名の通り右に回すほど動きがスムースになっていきます。ここをオートメーションで書いてあげるのも面白いかもしれませんね。LFO 最後にこちらのモード。デフォルトではオフになっているので、このようにノートがフレーズになっている場合、ノートが変わっても設定したスピードで LFO グラフの左から右に最後までなってくれます。ここがトリガーだと、ノートが変わるたびに LFO が頭に戻ります。そしてエンベロープだと、LFO グラフが繰り返されず、左から右へ1回だけとなります。いろいろ使い分けたいですね。せっかく作った LFO グラフはまた使いたくなるものです。フォルダーをクリックして Save Shape。 お好きな名前で保存すれば、次回からユーザーのところから呼び出すことができます。便利な世の中になりましたね。ではでは次に参りましょう。現在この LFO はパラメーターで設定した値から右ないしは左に動くのですが、設定したパラメーターを中心に左右に動かすこともできます。その切り替えがこちらのマトリックス。この画面で今何がどこにどうかかっているのかというのを見てあげることができます。ただいま LFO1 がオシレーター A のワープにこれだけの振り幅でかかっているということですよね。こちらのタイプが右矢印の場合、このようにパラメーターで設定した値からスタートするのですが、クリックして両方向にしてあげることで
このようにパラメーターの値を中心に左右に動いてくれるようになります。わかりやすくノイズでやってみましょう。LFO1 をノイズのピッチにかけて、タイプが右矢印の場合、ピッチでちょっと暗めに設定したところから徐々に明るく揺れていく。逆にピッチを右いっぱい、すなわち明るいところから暗い方へ揺れていく。マトリックスのタイプを両方向にすると、パラメーターで設定した値から明るい方と暗い方へ徐々に広がって揺れていく。どちらが正解というのはありませんので、アレンジ次第で使い分けたいですね。こちらのアマウント量を左下のモジュレーションにアサインしてコントロールすることもできます。上からマクロ1、2、3、4となっていますので、オグジュアリーソースの中から使いたいマクロを選択。マクロが一番左の時がアマウント0で、一番右に回した時がアマウントで設定した値になります。こちらのモジュレーションを真ん中のインバートにすることで、動きが逆さまになり、マクロが一番右の時にアマウント量が0になります。同じマクロを複数箇所にかけてあげることももちろん可能です。マトリックス画面からもできるのですが、超簡単にやっちゃいましょう。例えば FX 一番上のハイパーディメンション、ハイパーノミックスにかけちゃいましょう。マクロ1の右側をクリックすることで十字の矢印が出てきます。ミックスのパラメーターへドラッグ&ドロップ。あとはマクロが一番左の時をパラメーターで設定して、左上の青い部分でマクロが一番右になった時の値をドラッグで設定。こうすることでマクロを左から右に回すことで、だんだん LFO がかかって、なおかつハイパーも徐々にかかってくれるんですね。いかがでしたでしょうか。 LFO、マトリックス、マクロなど非常に直感的に操作できるのでサウンドメイキングも楽ちんですね。ということで今回はここまで。次回はちょっと実践的な音作りをやってみましょう。ありがとうございました。スリープフリークスではより多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい、こんな企画を開催してほしい、この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。